次は押す。今は縦にこう使うことを意識していただいたと思うんですが、今度の場合は指を使ってラケットのヘッドを前に向ける。サーバーの胸元に向かって球を押す。これが重要になります。これはサーブとサーブレシーブ以外の時でも、有効に使えます。どういう場合かと言いますと、例えば、シングルスなんかで多く、使われますけど、例えばダブルスの前衛でサイドバイサイドの相手がサーブレシーブを落としました。ネット前に落としました。落としてもらっていいですか。それを押すっていう運動でも同じように使えます。前衛から相手のレシーバーに向かって押す。その時に一番重要なことがラケットを前に出すこと。なんで出すことが重要かというと、前に出すことによって相手が前に来なければそのまま落とすっていう選択ができます。相手が前に出てくる状況であれば出した後押すっていう運動で相手の胸元に向けて球を出す。落とす、落とすと見せて前に出して押す。ラケット前に出して落とす、押す、落とす、落とす、落とすという形でラケットのヘッドの使い方なので、使われるのは腕ではなくて指先がメインですね。指先をメインとして落とす、もしくはここの空間を狭くしていただけるとラケットが回しやすい状態になりますので、より押すっていう運動はしやすくなります。どうしてもこのようにギュッて持ってしまうと手をこう返してしまうケースが多いんですが、これの場合前に押せない分どうしても最後腕をこう使ってしまうケースが多くなります。ですので指先でラケットを持っていただいて打つ瞬間に手の空間を小さくさせる。でラケットのヘッドを前に向けるっていう、こちらの運動を意識してみてください。